ちょっと待って、気持ち悪すぎる。ちょっとやり直します。はい、どうも。たまにお風呂入って、いつも通りお風呂を入ろう言うて、お風呂わー入って上がって、ほんで今度頭洗ったし、今度体洗おう思ってボディーソープのとこをキュッて上でシューってプッシュしたら、なんか先っちょにこうボディーソープに限ってギョーってなんか詰まってて、ボディーソープの塊みたいななんかギョー詰まってて、こうピュッて、あれでなかなか出へんなと思ってギュッてたら、ピョーンってなんか大砲みたいにひゃー出て、うわーってなる。皆さんこんばんは、サンバディ遠山です。よろしくお願いします。どっちも一緒や。さあ、本日もはいどうもといったところでしょうか。アンセスターズの動画のね、今回はパート11ということなんですけれども、もう11回も進んできて全然進まないじゃないか、ワイワイと、いい加減にしろと、ボケという方もいらっしゃるかもしれません。今回は大丈夫です。今回はもうずっともうずずっと進みますから。っていうか、まあ進むというか、やっと進め方を知ったというのがね、正しい表現なんでしょうか。今まではなんかまあ自分なりのストーリーみたいなものを付与してね、プレイしてきましたけれども、まあそれが効率が悪かったということに今回は気づくわけなんですよ。前回最後サバンナという新しい地区に私足を踏み入れまして、今回はそこを探索する回となってございます。もういろんな動物とかね、本当にね、すごい自然がそこには待っているんですが、今回はサバンナをまた抜けていくんですね。いろんなマップがこのゲームの中にはあって、まあそれを本当にね、この終盤にもまた思い知らされることとなるんですが、果たして今回はどのような旅がこの養子縁組たちを待ち受けているのでしょうか。ぜひ、最後までご覧いただければなと思います。それでは本日のアンセスターズパート11の動画どうぞ。わーわわ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 、何の歌やと思う？作ってん今てかいる？いつもこの時喋ってるけどさ、俺もうちょっと考えた方がいいよ、実況の取り方っての。さあ、ということでね、前回ご覧いただきましたでしょうか。今回でパート11なんですが、我々はいよいよこのサバンナとこういう地区をね、なんとか制覇しよう。あれ、ちょっと待って、でもさ、これ結構上の方には木あるんね。あ、じゃああっち行ってみようかな。ちょっととにかく今回はこのね、岩のところ、この岩の拠点を中心にと言いますか、まあここにもねいっぱいいますけれども、中心になるだけ周りをファーッと散策していきたいなと。いろんな動物やいろんな食べ物、そしてね環境を見回っていきたいなと思っております。これさ、俺こうやってやってるけどさ、なんか大家族のなんか特番あるやん、たまに TBS とかでなんか特番するやん、あれ俺乗してくれへんけどな。俺こんなに大変な思いして今さ子育てしてるようなもんやんか、言うたらどうしよう。それで俺家来られてじゃあ今回取材でって言って、マウスコンピューター開かなあかんの俺、取材受けるために。前代未聞ちゃう？あ、ちょっと待ってくださいね、じゃあ家族呼んでくるんで、ちょ、俺マウスコンピューター開くの？マウスコンピューターの CM にも呼ばれるんちゃう？そうなったら。だってそれは、だってそれはある意味ね、宣伝してるわけになるから、それは。なんとかさか40そこそこと、お前、俺、あれで共演するんちゃう？マウス、マウス、なんとかマウス、いろいろなんとか、なんとかマウス、ちょっとミスって、人を殺してしまうす、マウス、マウス。ほんまにどうでもいいこと言わしたね。世界一ちゃう、俺。どうでもいいこと言わしたマジ世界一やわ、俺。よし、じゃあみんなの防具も整ったから、まあまず飯食うけよな。飯食うんじゃけど、じゃあほんならの。今日はでもやっぱりね、新しいやつが欲しいな。今日はでも、俺今日ちょっと実況っぽくしてみようかな。で、今まで実況しなかったかって言うと、してましたよ。僕もしてました。でも、やっぱりな、新しいちゃんとした実況みたいな。さあやってまいりました。2匹ヘビーを、人類が初めて倒す瞬間をご覧いただきましょう。わあ、なんということでしょうか。今まさに2匹ヘビーの、その、鋭い牙が刺さろうかという瞬間、その刹那、ございます。向いてない、やめる、もうとにかく今は新しい場所探そう。ランドマークを見つけることによってすっげー、あれ溜まりますから、ニューロンポイント溜まりますから。肌寒くなってきた、光と影
影の中、今作ってよ俺今聞く？歌っていい？愛するあなたへ、どうしようだろうむよちょはんにだー何しようかな、韓国語みたいになったん。ちょうど今暑こうとあかん時期に本で、じゃあなんかランドマーク探したいんだけど、マジどうでもいいことばっかり。もうおっしゃおな、このリョバ、お前もうこのリョバ、これ何リョバって これリョバちゃいますよこれ。嘘ついて飽きませんわ。いやほんまに嘘やん、何それ一番近いランドマークって言われ、あ、ここやん、そもそもここランドマークやん、発見。あとね、あのバージョンがアップしたらしく、これスキップできるようになりましたね。なりましたというか、あ、岩の矢のオアシスですって。これね、ムービーがねスキップできるようになったんではなくて、実はスキップ前からできたんですが、それを表示してくれるようになったらしいですね。うわー、むちゃくちゃ壮大よな。ほんまに何があったんやろって思ってまうよね、ここまで来ると。上からこう刺さってきたのかなっていうね感じもしますけども。え、どうした？あ、むっちゃ久しぶりに見たなこれ。あー、どうしようかな。じゃあ今日見回るついでにちょっと隕石周辺見ますか。隕石の周辺見るってことで、またランドマークをねいっぱい見ることができて、でニューロンポイントも溜まっていきますから、今日克服したりとかしてね。まずはアコにあるやろ、アコに1個と何個か、あ、アコにもあるな、アコ2個ね。で、あ、向こうにもあるね、3つ。どうしようかな、これね、あんま離れちゃいけないと思うから、じゃあこの一番近そうな向こうのまっすぐのとこね、あっちまで行ってみましょうか。ちょっと待って、ちょっと待って、ヘビめっちゃおるぞ。ヘビ、え、何これ、ヘビの楽園か。ここにもおるし、これ錦組のもんちゃん、これ錦組本部ちゃうんけお前これ。わあ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 、え、ここら辺ランドマークある。あ、ランドマークある、錦組の本部で出るわ絶対。く、錦組事務所、よし、錦蛇みたいなね、錦組がいっぱいいた錦組サバンナ支部といいますかね、サバンナ支部事務所の周辺の恐怖の克服をこれさせていただきましたですね。で、向こうの方にね、隕石がまだあって、ちょっとあれ近く見えるけどね、結構距離はあるんですよね。はい、では、今恐怖を克服しました。あー、首島馬やん、これ首島馬いるね。場所は一体どういう名前のところなのか見てみましょう。不思議発見、新たなランドマークの発見。ヒッパリオンの池のオアシス、あ、いいじゃないですか、ものすごい平和的だわ。ヒッパリオンっていうのはあの首シマウマやからね。ただちょっと奥にはガジュマルがあるという。だから私の拠点から少し奥の方に、森とは逆の方に行ったというところですね。びっくりした、びっくりした、お前何隠れてやがんねん俺。おお、めっちゃ向こうの方見てた、こうファーって顔出てきたから、お前急にお前鶴太郎さんの顔出てきた、びっくりするやろお前鶴太郎さんに一回謝ろうかな。これちょっと分かった気がするわ。まあもう簡潔に言うと、めちゃくちゃ早く世代交代した方がいいわ。世代交代でずっとした方がいいわ。なぜならね、こんだけいつもやってやったって、俺11回目でお前これやねんね、こま、どんだけ定着してへんかで、こう定着できるやん、こう定着できるやつを、例えばもう6つ以上、例えばこれこう押しますやん、3になりますやん、あと3つですやん、これこんだけ点あるんですよ、これ3つで、まあ、例えばじゃあこれと、まあ、これとかにしましょうか。で0になった時にこれ定着もう終わってますよね、これね、これで終わってるんですけど、このまんま私が、進めてニューロン伸ばしていったって、結局ここまでしか固定できひんわけやろ。一個人は強くできるかもしれんけど、だけど結局世代交代したら全部なくなるわけですよ。またほんでもう一個あんのは、俺この状態で世代交代せんと進化ってしちゃうと、これね、ここの定着がリセットされるみたいなんだ。だから進化する際は必ず世代交代をした後に進化するという、これをしないとマジ本末転倒、ニューロンが全然進化せえへん。よし、そうと決まれば、ちょっと申し訳ないけど、もう世代交代するわ。これしていかない、もったいないから。わっ、おっ、めっちゃ似てない
めっちゃ似てる、この俺かもしれんっていうぐらいまで似てる。俺の方がうまいまであるかもしれない。もうここまで来るとお？なあこいつ、これ何？なんかちょっとかわいそうやけど、セクロジャッカルやって。あら、かいらしい。あいつ何あれ、買いたい。あいつ何、ほんで、そうもうまたこれか。もういいってこれ。なんやねん。はい、どたはい、どたはい、もうええわ。はい、もう置いとけ、うっとうしいから。そんなあしらい方ある？あ、なにこれ、すげえ。これ、なにこれ、アポロ？アポロや。うわ、なにアポロ調べられんねんけど、なにこれ。え、うそや、生クリームってことないねえだろ。まさかお前、チョコホイップクリームやった、お前。なんも言えてへんないか、もう。新たな最終場所の発見。なにこれ、アリツカさん、アリツカさん、アリツカさん、出てきてくださいよ、アリツカさん。いるのは分かってるんですよ、アリツカさん。じゃあ、アリツカさん、しっかり払ってもらうもん、払ってもらわないと。アリツカさん。よし、アリツカさん、そっちがその気なら、こっちもそういう気に出ますよ、じゃあ、アリツカさん。多分これ、バシ出そうて。これ。アリツカさん。今のうちに言っててくださいよ、アリツカさん。いいんですか、アリツカさん。行きますよ、じゃあ僕。僕やっちゃいますから、アリツカさん。え？もう終わった？もう終わった。うん。調べるのくそもないやん。アリツカ出てるから。うわっ、何それ、ベトベトに引いてたる。何、食べ物なそれ。食べ物じゃないやん。どう見ても収穫しろアリやって。ほんでお前名前なんか、お前が収穫したからちゃうんか。じゃあジーツカさん、お願いします。ペロンチョっていう感じで。一口ペロンチョやこれ。ん、なんだいそれは。これか、何これ。あ、大丈夫かお前。ちょ、おい、お前何してん。お前よくもやってくる。嘘や、お前こんなとこでお前出血した日にはどうやって治すよお前。うわ、まずいなこれ。出血剤になるやつ。いや、これが出血剤になるやつやったらいいねんけどな。この赤いやつ絶対ならんやろ。むしろ出るで。そっち、そっち取んの。絶対いらんやん。道具？アロエの葉？まさか！じゃ、さっき攻撃食らったやつ誰や？さっき攻撃食らったやつ。お前か？さっき攻撃食らったやつ。さっき攻撃で食らったやつに俺これ渡したいねんけど。誰やねん、攻撃食らったやつ。いや、お前や。お前やけど、ちゃうわ。お前やけど、これ、効果ないわ。ちょ、待てよ。なんかこれ加工すんのか、もしかして。加工してみようか、一回。言うた。ん？何これ。新たな道具の発見。アロエの果肉。じゃ、これをおじいちゃんに渡したらどうなるか、ちょっと一回見てみようか。やっぱりそれは傷に効くんだな。よし、いいことをした。よっしゃ、やっとや。やっと1個目よ。やっと1個目の隕石の位置来た。あ、ごめん、嘘、来てない。いや、ちょこれやろ、これやん。え、これ違う、なんか、めっちゃ小規模な。あれ、おかしいな。なんで？あ、これ調べる？調べるっていうか、これ隕石じゃないの？いつも思うけど、これ隕石何の意味があんの？この隕石とか。特に加工できひんねんけどな。ちょ、後ろで。おい、さあ、カポックの木の隕石落下してんやって。は？どこにカポックの木なんかあんねん。じゃ、どうせやったら、じゃあこれ隕石でさ、隕石でこれやったらさ、めちゃめちゃ早く取れるとかあるかもよ、これ。ほら、おこれはすごいわ、やっぱり、ね、宇宙のパワーがいっぱい詰まってるわ。よっしゃ、ここは、あ、ここも見れるね。ちょっとランドマーク見つけておきましょうね。何個目なんでしょうかね、今回はね。新たなランドマークの発見。干上がる水場のオアシス。ほー、オアシス。まあ水もちょっとなかったですからね、ここら辺で一回休んどきたいなっていうとこですね。ちょっと待って。わお、え、なにこれ、ゲンゴロウじゃないよね、どう見ても。あれ、ゲンゴロウだったらいいのにな。
おかしいね、水飲ましてくれりゃいいんだけど。え、本当にゲンゴロウじゃないこれ。あー、ゲンゴロウじゃないな。こりゃ参ったな、おい。お前さん待ってろ、今から組長がビシッとな、あいつらに言って聞かせたらこの野郎と、カバボケこの野郎と、どけそこと、人類に道を開けろと、俺ちょっと言っとくから、ちょっと待ってろ。ほんますんません、なんかもう水とか飲まれてるとこほんま申し訳ないですけど、カバの代表の方とかっておられます？すいません、ちょっと分け合って今水ね少し分けてほしいなって言うてお話しさせてもらおうと思ってるんですけど、すいません、ちょっとだけ持っていいですか水。ちょっと人類にお裾分けってことでいいですか。あ、ありがとうございます、ほんまに。あー、もうほんとマジ感謝します。そっか、めピシー言うなよ、ボケはどけ、このボケ言うて、俺ボケここ俺が通るのボケ言うて、俺言うたって、のよっしゃ、ほんな水飲めなあ、げてくれる言うて、俺が今日は俺なんかあったらピャーって言うて、俺がもうピョー言うて、いややったらよ、お前もうええようだと、はい、言うてな。おじゃ、一応川にもう僕は言うてきたて、言うてきたて、車内に俺今ボケこの野郎ボケ言うて、俺言うてきたて車内から、もうええけ、おっしゃ、ほんなもうええけ、よし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 、だからもうな、俺ちょっとボコボコ行ってくるから、ボコボコ行ってくるから、ちょ、お前、いやあ、うわっ、うわっ、お前かと思ったらどうしよう。わお、あ、困ってるやん、もう。本人としても困ってるし。チャンス、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 カバさん、チャンス、チャンス。え、今のは違う、あれですよ。正当防衛ですよ。ほんなら、剥ぎ取らせてもらおう。うわ、もうお前、そこに錦組の門入ってやないか。なんでやねん、なんで錦組の門入ってんねん。ほんで、お前なんか、え、どうした、お前。高揚してんの、お前、体。おい。大丈夫かお前、あ、こいつ高揚してる体。ちょ、お前、なんでもいいけど、飲んのやめろ、お前ら。邪魔でしょない。お前、大丈夫か。お前、ちょっと待って。待って。ちょ、もう。何や、急に。怖いの。お前、人の食事邪魔するとか、ほんま信じられへんな、みんな。人が今さ、ご飯、さ、みんなでな、食べてんのにさ。家族団らんときやるとかどうかしてると思うわ、やっぱりカバさんって。そういうとこあったやん、昔から。え、3年のとき一緒でな、クラス。ほんで席替えのときに一緒になってけど、さあってやん、あいつ。だから俺は言うたって、あれボケこんなのボケ言うて、俺言うたって。お前かかってこいって、背頃で勝負してやんよ言うて、俺ほんならビッテえきょろ、だいよどこにオチが待ってんの。ちょっともう早くオチ回収して、早く帰って。もしほな、最後にクジラ挨拶してくるから、まあ一応これ水場借りたも借りたからな、おいら。だからまあ一応俺挨拶すればビシッ言ったら、まあボッケー言うて、俺もうあれな、ボコボコしてって言ってたからな、待っとけな。おい、おい、あ、ほしょ、帰んだ、おい、よしょ、おい、じゃもう言うてきたら、ちょっと待っとけ。あ、おい、おい、おい、俺とか言うて言って、お前、あ、失敗した、やばい、あかん、いや、もういいっすって、マジ、お前勇者やて、ほんまお前マジ勇者。よくあの図体にお前石ころ一つで勝負しよう思うもんな。いや、ちょっとやめただけ、ちょ、いや、すいません、カバさん。いや、ほんま、カバさん、すいませんでした。いや、もう、すいませんでしたって言うてるじゃないですか。うわ、なんか、顔面バックいった、うわ、顔面バックいった、うわ、めっちゃ見にくいほんで、はい、こいまんちに、あかん、手出したあかん、はよ、しゃ、今日はこのぐらいにしといたよな。いや、回収までが遅すぎるし、痛手が半端ないわ。よし、これでまた、12定着？めっちゃ増えてるやん、なんかちょ、で、なんでや？え、じゃあ12個これやって、もうまた世代交代していこうと思うんですけど。これはもうほら、あ、ここでマカイロドスも見てるんだから、極寒のバウンよ。よっしゃ、燃えるような夜にしようぜ。
違う、みんな寄ってこんで、ヘビまで寄ってきてるから、まずい。ちょっとさ、ピタッってなって、めっちゃ上向いた、ジッジ大丈夫。うわ、ジッジもほら、見て、ルビーみたいになってるわ、ジッジが。ゴンモミガノトノムゴアカゲノアチどっちかはっきりして、もうほら来たあのチッチだけめっちゃ狙われるやん。よっぽどお前美味しそうなんやろな。もう誰も近寄らへんやん。もうチッチの近くに誰も近寄らへんやん。かわいそうな、チッチ。お前は悪いことしないのにな。なんてやつらだお前ら、白状者め。お前らはそんな眼首揃えて見られたらやりにくいわ。こっちも考えろよお前、こっちのことも。儀式かなんかなんか。あんな整列してお前。ちょっと待って、向こうでちょっと向こうでバウンしてる、向こうでバウンして、もう何やねんお前。めちゃくちゃするやんけあいつ。もうあんま調子乗ったら殺すぞ。その言い方よ。どうやらこれも俺見たことないらしいね。ちょっと一回見てみましょうか。じゃあこれ、あ、何これ、もう完全に LED やん。完全に LED やる。新たな LED の発見。ノーできるんちゃう、一人でノーできるます。何そのマイクに近いの。美味しいの。隆起した避難所のオアシス。避難所ってことはちょっと今ちょうど我々にはいいんじゃないかな。もう暑い暑いっつってね、飲み物も飲めないし、なかなかご飯も、ほらここいいわ、いっちゃえ。さあということで、1時間ぐらいでしょうかね、作業をねさせていただきまして、裏でね、私まあこの世代交代っていうのを繰り返してニューロンの定着というものを測っておりました。どのようになったのか一回ニューロン見ていただきましょう。このようになっておりますね。これ私が今増やしたやつ、この台になって増やしたやつはここだけですから、だからもともと生まれ持ってもこれだけのニューロン進化を持っているっていうことにしていったんですね。こうやって一個一個定着させて6個やっては、また次の世代とやっていって、実は現在ですね、11代目でございます。11代目養子縁組になっておりますね。まあ結構時間はかかりましたけれども、そのおかげでですね、私は48人の誕生数、48人子供を産んどるわけですわ。これはね、絶対ここにプラスになると私自負しています。で、ちょっとその作業してる間にね、裏であったりとか、まあ、コメントもね、あったりしたんですけれども、このゲームってこっちに行くためにやってるじゃないですか。これ人類に近づける、今の人間に近づけるためにやっとるわけですよ。で、その時にここ大事よね、こういう上から下まで。例えばこのハイマール脅威からの回避名人です。これを押してみるとこういうこと書いてあるんですよね。アフリカニシキヘビからの攻撃を回避した、2回以上回避しましたよっていうのが、これ1個メガライアンシマムカデ、ブラックマンバ、この辺りの回避、とにかく回避しましたよっていうのが追加されていってるんですよね。でこれが追加されていくと、このように最後なんかこう超越進化みたいなこと言ってるじゃないですか、跳躍進化みたいなこと言った時にバンバンって出てくるやつがこれなんですよ。ってことはここの部分空いてるじゃない、この部分を探さなきゃならない。それが一番効率のいい右への行き方なわけね。これ例えばやけど、これサバンナとか森とかに関してはもう1個しかないのよ。これだからいろんなオアシスじゃないわ、この森のなんとかのオアシスって書いてますけども、森のところをバーって見ていって、全部見ていったら全部見たボーナスみたいなのがつくんよ。だからやっぱりね、本当は多く見回っていきたい。でマップを見ている最中なんで、今はねあんまりマップを見ることここのに関してはできますけども、
こういうなんかね、ちょっと変わったやつというかな、睡眠場所5階以上建設したとか、建設系のやつとかね、あとはなんかね、恐れられる州とかあるんですけど、こういうのは威嚇しましたとかね、これ常に探索以外でも敵が出てきたらやっていけるようなこと、今までやってこなかったようなことっていうのをやっていくことによって、どん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 右へ行きやすくなる。これね、全部やって初めて右なんか、それとも一部残ってても右に行けんのか、そこはちょっとわからへんねんけどね。とにかくここを考えてやっていく。ここなんかもう全く見てないからね、こういう全く見てないやつって絶対全然知らん動物やったりもすると思うから。はい、集合。なんや、なんやお前ら分裂か。おい、そいつ、なんや、そいつがお前組長、よーしょ、おーな、ほな、聞かしてみんよお前。なんやねん、急にお前ら組長についてこうへんと思ったから。はい、聞かしてみん、じゃあ話を。今この組は、もう今の組長では非常に危険がいっぱいです。確かに私はキーボードのキーの左下のやつとか右下のやつの出し方は分からないですが、この組の組織の仕方は知っています。だから、私は組長、ほら対応してみれよ、組長。お前対応してみれよ。できないだろう。よし、じゃあ俺が相手してやろう。いやどうだ、これが組長の力だよ。どうだい、大丈夫？あかんわ、この人このまま放っといたら死んでしまうわ。この人このまま放っといたら死んでしまう。あ、俺じゃあ、あれ、彼助けてあげな。彼助けてあげなあかんわ。俺、仲間の命が命やから、俺。ほら、もしよかったら、これつけてみて、一回。どう？それで治ったらもう、これ以上ない幸せやねんけど、俺。どう？治った？あ、よかった！あ、よかった！このあれして、あーよかった。お前らも来へんねんの、お前ら。もう行くぞ、組長のやつ行くぞ。よし、ほんならお前らそこで、もう、俺はもうお前を見せた。こんなに仲も重いの、じじの。こんな仲も重いの、あれをお前見せるんだ、お前もう。もう早く来い、もう年。あ、っていうか、ついにガジュマルの森来てるやん、これ。ガジュマルの森はやっぱりなんか新しい、あこがあれね、一番最初始まったところね。このガジュマルの森はやっぱ奥ですから、だからジャングルから見ても奥だし、森から見ても奥だしっていう、結構なんかこう変わったことがありそうな気はしてるんで。ん？何あれ。え、ちょっと待ってよ、なんかすごいのいるんじゃない、あれ。すごいのだと思うんだけどな、あれ。いっぱいいるよ、ずんぐりむっくりのやつが。うわぁ、あれまずいな。陸上生物最強のやつじゃない、あれ。陸上生物最強のやついるよ、あれ。っていうかさ、まあそこにいるそのゾウもそうなんだけど、なんか近くにサイもいそうなんだよね。あ、どうした？あ、言ってたらサイバーサス、サイバーサス、お、これで楽しみ、錦組との対決や。サイ組と錦組どっちが強いか。うわー、やらへんのかい。おおおおお、なに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 、おい、やめ、お前じゃ勝ち目ない。ちょっと待った、勝ち目ない戦いに巻き込まれている。あれ、なんだあいつは。お前、お前取れ、お前、俺バシーン言った、あれしたら、ほんまマジで、マジでほんま、もうマジ口きげんのしたら、ほんま、まあ見とけて。今どこ行ったんよ、さっきのサイのやつ。おったんちゃうんけ、さっきのサイのやつ。ほらもうビット、ほら今組長ビットビットよ、どっか行きよったない。あ、ほら、おった、あら大丈夫よ、今組長ビッタロや、逃げとる、全然こっち来らへんよ。どえ、ここって高速道路やった？大丈夫かお前。おい、大丈夫か。お、何が起こったか覚えてない、何が起こったか覚えてない。とにかく緊張で息が詰まりそうや、あいつ。ちょ、お前さ、だから。お、お、サイ、サイ行った、お、サイ行った、サイ、サイゾーンのとこ行ってますやん、サイゾーンのとこ行ってますやん。おっしゃ、ほんなお前、俺がゾーンのところに、お前、あ、俺が誘導したらや、ほんで。おっしゃ、行け、かかってこいよ。うわ、全く全く刃が通らねえ。じゃあな、みんな喉乾いたな。喉乾いたよ、さ、俺も喉乾いたよ、ちょっと一日中喋っとんねやから。さあ、分かったんけ、分かったけどもの、あっち行くか、ほな。
あのすいませんほな、俺も大丈夫大丈夫、組長ついてきたら一切 何も問題ないから、地球上これ陸上生物最強やろこいつ、俺地球上最強やから大丈夫大丈夫、任しとけ任しとけ、いやあどこを攻撃してる、おお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 おじゃがいもの茹で加減見るみたいな刺し方すんのやめて、まあええかちょっと食うか、とにかくちょっと食おうか、ちょっと食うて象牙とかさ取れへんか、象牙バーこうなんか頭とかにつけてなんか七五三の写真とか取れへんのか、もう何やあれ、何あれ BMW かあれ、 BMW まだ走ったのあいつ、走る喜びお前感じすぎやわちょっと、うわすげえあっち、あっちなんか岩場って感じせへん、こっちサバンナでしょ、これ岩場に繋がって向こうが向こうの方があの私の元いたところね、でこっちの方にやってきて向こうにも行けるのね、あだからどっちにしても こっちの方はもう山脈というか山場っぽいわ、岩場、へえちょっと待って岩場の方に攻めていいんか、隕石がさもう煙がわけわかんなくなってもうて、完全に岩場やで、これはもう動物が住める類の場所ではないと思うねんけどな、どうでしょうね、ちなみにここら辺には一つランドマークがございましてね、あのランドマークね、あのランドマークを見ることによって、もしかしたらサバンナからさらに変わってしまうかもしれませんね、はい、ということで、ちょっとオアシスっぽいというか居住区っぽいところにやってきましたけれども、ここがどうやらその先ほど言っていたランドマークのところみたいです、見てみましょう、不思議発見、何これサバンナじゃないってこともあるんじゃない、新たなランドマークの発見、峡谷、ああそうなんですか、まだあるんだ、へえちょっとこれは意外、おやで森ジャングル、しかもゾウっていう新たな動物が出てきた先がまだあるとはさ、ちょっとこれはびっくりしたね、マジかよお前、大探検やほんま、大探検家やわ、これはすごいな、ちょっとここ一回音色にした方がいいよね、うわぁ俺ね、あの一つ言うとね、もうニューリョンがあの何ももうね手に入れられるものがないんです、だからニューリョンの進化はもう私止まってしまってるんです、要するにこのミレニアウーマンやっけかなんかでできることというかの幅をですねもうギリギリいきそうな気がしているので、新しい人種というか新しいなんか種類の生物と重ないと成長も止まっちゃってるんですよね今、よしじゃあここに定住させていただいていきましょうか、本日の跳躍進化の時間でございますですね、まあこっからはもうこっからはっていうか、まあ、この回からとかかな、まあ、前回もそうかもしれないですけれども、跳躍進化をしっかりしていくっていうことね、しっかりしていってやっぱり右に右に今の進捗っていうのを取っていくっていうことが大事かと思います、じゃあ定着はあまあそうですね、ここら辺適当に取っておいて、よしこんなもんでいいでしょう、さあでは行きましょう、本日は誕生数48の跳躍進化ということですから、だいぶいきます、とにかく700は絶対超えると思う、もう600まで行ってもおかしくないっていうぐらい俺伸びるんじゃないかって、今回はめちゃめちゃ探索してるからこれは絶対表に出るはず、じゃあ行きましょう、第5回目ぐらいの跳躍進化用意始め、さあ来ましたね、メガライアンシマムカデを威嚇しましたとかね、このなんて言うでしょう、戦って勝ってもですね威嚇をしないと得られないという功績がいっぱいあるんですよね、そういうのは今のところ私はまだね、取れてない漏れてるやつがいっぱい多いかと思うんですけれども、これもねいずれもし右の方に行かなきゃならなくなってきた時にはどうしてもね足りないとかあった時にはもう一回メガライアンをわざわざ威嚇しに行くとかね、そういうこともしていかなきゃならないかもしれません、あー出ました、アイエナを殺しました、これは12500年早いんですよ、皆さん見てください、赤のバーがもう悪いけど追随は許さないと、学説なんてなんてそのだと、早くも666万年前ということになりましたですね、もう700万年を超えています、本当にもしかしたらこのままのペースでいくと600万年まで超えちゃうかもしれない、一気に100万年進化という大台も見えてくるかもしれませんよ、さあサバンナにもやってきましたですね、まあ一応ハイエナは森におったもんですからアフリカ水牛なんていうのも殺しました、これはそれ早いでしょうね、森というエリアなんて一つも見てないんですからね、一向に止まりません、進化が止まらない、さあ来ました600万年600万年とついに超えてきたんじゃないか、
学説大きく上回り、マサリンは600万年前の歴史を超えております。素晴らしいですね。100万年以上もの本当に飛躍した進化を見せてくれました。川も殺しましたですね。川、象とかこの辺り、まあ、サイっていうのもね含めますとですね、もういろいろ今回は倒したものも多かったですからね、もういい加減早く終わってくれないかなと思ってるんですけれどもね。あー、終わりました。追加された鉱石なんと37、そして条件を達成、それが3つということで、どれだけいったんかな、117万4250年、これが私が進んだものということなんでしょうか。とにかく学説よりも32万年も進化、さらにこっから上乗せしていきます。ジャパネットは48回誕生の24万年ボーナス、どうですか、どうですか、ジャパネットで声の大きさでごまかすのやめて。ということで、168万6750年の進化跳躍を見せましたと。これは過去最大のね、最長というべきかな。そして時の流れを超えてあなたは進化し新しい種になりました。その名はアルディピテクスラミドゥス、アルディ、なんかアウストラロピテクスっていう名前に若干近づいてきているような気がするんですけどね。どんな感じになっていくんでしょうか。そして拠点はどこなんでしょうか。あれ、場所違うくね、これ。あ、拠点変えられたってことは、俺前回まさに完璧でさ、完璧であのアフリカのとこやったよな。アフリカちゃんはサバンナのとこやってんな。え、これどこですか、ここ。え、これ渓谷か。ちょっと見てみますか、このランドマークとは一体どこなのか。不思議発見、新たなランドマークの発見。ああ、着々と進んでますね。浅い隠れ場所のオアシス。ほー、私が見つけたやつはじゃあどこだったんでしょうね。まさに渓谷という岩の谷間という感じがしますけれどもね。いやー、発見しましたね。で、早速なんかふわーんって言うてるのは何なんでしょうね。方向としてはこっちからふわーんって言うてるんですけど、ここかな。あ、ここや。これ俺知ってるか、これは見たことないやっちゃう。何それ、やえば、やえばみたいなやつやな、これ。なんか新たな道具の発見。読めへん、なんで書いてんの。線が、線が鉛鋼、線が鉛鋼やって。なんやねん、聞いたこともない。なんかもう全然場所感覚が分からへんねんけどさ、向こうがとにかく岩場の感じで、こっちもこっちで、ん、あれ、海か、海や、海や。ちょっと待って、え、どういうこと、どういうことってことは、向こうがサバンナってことなのかな。あ、これは、あ、これ入り口のオアシスや、渓谷の入り口のオアシスや。ってことは向こうがサバンナや、サバンナからこの渓谷のオアシス抜けてきてこっち行ったら向こうに海が広がってんねや、すげえ、海よ。さあ、どうだったでしょうか。本日のね、アンセスターズのパート11の動画でございましたけれども、本日はもう開始早々ね、サバンナからのスタート、サバンナをぐるーっと見回ると、一応ね、隕石はもっと落ちてたはずなんですけれども、隕石1個しか見られませんでしたけれどもね、もう数々の動物、まあ、カバ、ゾウ、サイとかね、いろいろいましたし、まあ他にもね、カットしてますけれども、いろんな植物があったりとかもしたんですよね。しかしながら、あ、もうそろそろアンセスターズも終盤戦ということになりましてですね、少し駆け足にはなってしまいましたけれどもですね、次回も展開早く海へ探索に行きたいなと思っているんですが、しかしそれがなかなかうまいこといかないもんなんですね。まあまだ途中までしかプレイはしていませんが、次回の動画もぜひご覧いただければと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よければ次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。